はいどうも長ですじゃあねまず最初こちらではね、えー、いつも通り選挙からてか今日は全部選挙ネタかそうですねえー、とじゃあ登場人物順に、えー、見ていくんですがえーまあ、蓮,舫蓮舫さんじゃないな石丸さんか石丸さん中心に、えーまあ、蓮舫さんには勝ちそうだとてか蓮舫さんと争ってるの違うでしょ <laughs> それはさすがに低く見積もりすぎじゃねとは思いますけどもまあ石丸さんですよと、えー、あ蓮舫さんから見て、えー、あわよくばじゃあ一丁っ,って思ってね、えー、小池さんこかそうかと思っていたところがなんか石丸さんにひっくり返されそうだっていう蓮舫さん目線で見た話かなこれはまあ半日クソマソンミですよねうん でもって、えーまあ、その都知事候補の石丸さんのなんか市長時代の高裁敗訴って名誉毀損の話が出てきて、まあ、それについて、ねえーまあ、アンチは上げ足取りにっつってこのファンを支援し、支持している、ね、信者の人たちが、ね、ブ,ーブ,ーブーブー言う前にひまそろさんが簡単に説明しますということでちょっと興味深いですね。<noise> <laughs> さてとじゃあ、蓮風さんですかそうか、2位もだめですかまあ、しょうがないですね。えー、無党派層で、石丸さんが蓮舫さんをどうも上回りそうだ。でもこれ、媒体によってちょっと書き方、書き手によっていろいろ違いますけどもね。うん。まあ、でもさすがに蓮舫さんには勝つんじゃないの、えー、でもなんか、多くの反日クソマスゴミにしては、ね。 これは大変だと。こんな予定じゃなかったみたいな。ね、どんな予定だったのか知らないですけど。<laughs> えーと7日、1とかもうまも,もなくですよね、うん。あっちゅうまでしたね。えー、都知事選ですけども、えー、主要マスゴミの調査で中盤情勢、そうだからあくまでもねあくまでもこの記事ですら、ね、初戦、半日クソマスゴミの,この1媒体の、ね、うん、ワ束ごとに過ぎないっていう、初、ま、戦、あ、そんなもんですよ。ね すの分析てめえの足元すらまともに見れないやつらも何の分析だよって話ですよ。うんえー、で、まあなんか小池さん、ね、小池さんがリード、ね。でもこれももうすでにこの小池さんリードっていう先週、まあ、この間の,この土日前、だから金曜日まで、金曜土曜ぐらいまではもうなんだかんだ結局小池さんだろうと。 でもなんか週明けからなんかちょっとなんか変わってきましたよね。おみたいな。ちょっとなんかもう石丸さんの勢いがあって、なんかそういう書き方をする人がだんだん増えてきましたよね。うん。あの、あの、半日クソマスゴミですら。ね。ちょっともうなんかもうガン無視するわけにもいかないみたいな感じになってきて。うん。あるいはなんかこの資金力でこの取り込み始めてるのかな。クソマスゴミですら。そこまでじゃないか。 うん、まあ何にせよ、なんかね、もう蓮舫さんはちょっと <laughs>、そろそろ集会遅れになっちゃうのかなみたいな、うん、そんな感じですけども。ただ結局蓮舫さんはなんかご自身の言葉で、なんか訴えてることってなんかありましたっけあこないだのあれか、レインボー、なんかあの LGBT 界隈のね、このレインボー、レインボーパフォーマンスみたいな、なんかよくわかんなことやってたね。うん、あれじゃ指示は取り付けられないでしょ。一般評判、ちょっと無理だよね。うん。 でまあそんな中、ね、えー、いよいよに、そしてなんかこの小池さんのまあ背中なのかあ、肩口なのか、ね脱下したこの見えてきたかどうなのかっていうそんなそんな勢いづいている石丸さんにちょっとなんか面白くない話なのか分かんないですけど、ねまあもう花丸蓮舫さんはもうどうでもいいでしょう。うん、で、えー、石丸信二さんですよね、なんかね市長時代の話がちょい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 こうずっと続いてますよね。うん で今回のお話は、市長時代の,この名誉毀損、でこ高裁でも敗訴した、まあ、これ、同う喝訴訟ってやつですかね、まあ、興味ある人たちの石間、秋田方氏石丸真治市長、どう喝訴訟とかって、なんかググればいろいろ出てくるんで、興味ある人たちとご自身の目で、ね、この確認してみてください。で、二審ですよね、高裁だから二審も、えー、市議への名誉毀損、まあ認めると。 秋高田方市に損害賠償支払いを命じた一審判決を、まあ、指示、まあ、広島高裁ですよね。うん、あこれ意味分かりますかねどうですかねえおうか、広島県秋高田方市の,この石丸市長さんがね、石丸真二前市長にね、恫喝されたと、えーまあ、虚偽の発言をされて、えー、名誉を傷つけられたとして、えーまあ、市議が、えー、石丸前市長や 市に対して損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が3日広島高裁であり,ありましたと、うんまあ、広島高裁は喜多方市に損害賠償の支払いを命じて、えー、一審判決を支持し、えー、控訴を棄却したっていうそういう内容なんですよね入ってこないですかなんかちょっとピンとこない感じですかねじゃあせっかくなんで <laughs>、ね この2審も敗訴しましたっていうこれの訴訟について、えー、暇空さんがねまあお忙しいのにね一候補者としてねバタバタお忙しいところをわざわざはい簡単に説明しますよっていうことで <laughs> 無理やりそんなもん取り上げんなよってツッコミ入りそうですけどもまあ一応この暇空さんが説明してくれている通りの内容をお伝えすると えーとここからですかね秋高さん。秋高田市長になった石丸真二さんは、市議会にへりくつとしか思えない喧嘩越しでぶつかり、バチクソ揉めていましたと。えー、そしたら、バチクソバチクソひまさらさんって北海道の方なのかな、えー、バチクソに揉めてましたと。そしたらツイートで、いやー、同う喝されたと相手を名指しでツイートしましたと。で、録音が出てきました。で、結果、同う喝はありませんでした。 訴えられたら市長として、ね、ツイートしたから市の責任、個人の責任ではないとしたので、えー、秋田方氏は、えー、国家賠償訴訟で、えー、市議に石丸真理さんのせいで、えー、負けましたと。で、まあなんかこの、追記というか別の話になるらしいんですけども、ね、まあ、ひまそらあかねさんはね、もうひまそらあかね候補は、あ小池百合子さんのこの違法ないわゆるこののり弁というか、この黒ノり公文書で、 えー、東京都相手にこの勝訴していますと、えー、国売勝訴はひまそらあかね、えー、国売敗訴が石丸真二と覚えてくださいだそうですそうですかなんかあれですよね資金は潤沢っていう話だったはずなのになんか妙ですよねあれですかね やっぱりこのネガビジネスマンだから損切り、費用対効果に見合わず撤退したみたいな、そんな格好なんですかね。まあ、選挙に対して影響はねえだろうっていう、そういう判断なのかな。うん、でここでね、さらっとなんかこの暇らさんなんかこう面白おかしくこの締めてくれてたんでね、えー、ただ注目、ね、これ相手は、ね、この東京都、小池合子さんでしたよね。そこを、例えばこの石丸さんのこのね、いわゆるこの、 あ二審で、えー、敗訴でっていうこ,のこれが報道された、ね、それはまあ当たり前なんですけどもところがねこの同じこの都知事選候補者公示後に、ね、小池百合子さんも高裁で国家賠償請求訴訟に、ね、勝ったのはそ空さんだから負けたのはこの小池さんですよね、うん、敗訴したのは小池さんなんですけどこれは全く報道されないんですよね,ね有力とされる対立候補からもね 特にこの言及されないのは何でなんですかねうん。ねなんだったらそここの石丸さんに石丸さんこそそこにこの切り込んだ自分もなんかこの切り返されちゃうからあれですかじゃあ蓮舫さんは <laughs> まあ多分多忙めさんはなんかそういうやり口はなんか嫌いそうですけどもね。うん。まあどっちもどっちもどっちもこの投げてもどっちもブーメランになっちゃうからか。なるほど。うーん。だって極めて異例の事態じゃないですか。ねえ。 都知事選でしょどっちも候補者じゃないですか。結構重要なトピックの一つになると思うんですけども、なんかね、これ、ひまそらさんが言わなきゃ、うん、あれって感じでしたよね、うん。さあ、選挙戦もね、いよいよ大詰めになってきましたけども、どうなるんでしょうかね。うん、今日はもう全部この選挙の話なんで、この次が玉神さんでしょ。ね、なんかあの、港区議のね、新藤さんもなんか応援に、新宿だったかな、まあ、駆,けつけてら駆けつけてらっしゃった。 あと、このデヴィ夫,、ね、夫人も応援に駆けつけてましたよね。うん、っていう、玉神候補のお話と。で、3つ目が、あまあまあ、玉神さんも僕はあの、ねえー、頑張ってほしいと思ってますけども、まあ、桜井誠さんですよね。桜井誠さんがあーっていうお話を、なかなかこの <laughs>、あんまりこの取り上げてる人いなそうなんだよな。うんまあ、ちょっと見ていきましょうかね、順番にね。はい、じゃあ、この動画は以上です。